コント変な職業。奥様ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。私先ほどのウェディングプランナーの磯部からご紹介いただきました、インセクトプランナーの中西と申します。あ、中西さんよろしくお願いします。奥様、インセクトプランナーはご存知でしょうか。いや、ちょっとわからないです。それでは、インセクトロードコーディネーターならお聞き覚えありますでしょうか。いや、ないです。では、わかりやすくご説明させていただきますね。奥様、ご結婚される結婚式場までの道のり、虫が少ない方がいいですよね。はい、虫が少ない方がまあいいですけど、あんまり考えたことないですけど。そこで私どもインセクトコーディネーターは、結婚式場までのいくつかある道の中から虫が少ない道をご案内する、そういったサポートをさせていただいております。はい。奥様、コースなんですけども、やはり一番人気でおすすめですのはヘビ5匹以内コース、こちらがおすすめになっております。ヘビ5匹以内コース、はい、多少お値段高くなってしまうんですけども、このヘビ5匹以内コースがちょっとお値段的にも苦しいという方は、このヘビ10匹以内コースというものもございます。ヘビ10匹以内コースはヘビの数がですね、6匹から10匹以内に抑えさせていただいてます。あんまりそのヘビをそんなに見ない、私去年一回も見てないんで、その大丈夫だと思うんですけどね。どういうことですか。いや、ヘビをそんなに見てませんし、で、もう一回職業を説明してもらっていいですか。ですから先ほども何度も申し上げましたように、イライラするのやめてもらっていいですか。ちょっとわからないもので聞いてるんで。はい、私の職業はインセクトコーディネーターといいまして、インセクト労働デザイナーといえばわかるでしょうか。わからないですけど、とにかくですね、結婚式場までの道のりが虫が多い道は嫌だという声を受けまして、結婚式場までに向かう道のりの中で虫が少ない道を責任持ってサポートするのが私の仕事でございます。それで生計立ててるんですか。バイトもしています。子供5人いるんで、パートもしてます。パートがほとんどの稼ぎです。そうでしょうね。ヘビってあまり言わないでください。虫じゃないんですか。ヘビなんて出ないじゃないですか。ヘビは私出ないものと考えてるんで。虫が一匹も出ないっていうか、あんま出ないでしょ、そんな虫とか。夏場なんでね、お客様結婚されるの、ちょっと
もし出てくると思いますけど、もしですね、万が一ですね、インセクトコーディネートなさらないという場合ですね、虫の多い道を皆さんで進んで行ってもらって、結婚生活非常に縁起の悪いものに、虫いっぱいいたな、虫始まりだなって、もうとにかくいいんでいらないです。蛇5匹いないコースですね。いらん言ってるやろ。